首位ロッテに3立てです。ナイスゲームでした。ありがとうございます。最高ですね、はい、まずは今日のヒーロー3度目の完封、ナイスピッチングでしたね。お隣ナイスピッチだったですね。お隣ね、はい、本当自分のピッチングできたと思いますけどもね、まあ、最後の方はねちょっとね、ヒヤヒヤしましたけども、よく投げました。はい、それから得点は2点でしたが、実に先制点は効率よくたったの5球で犠牲フライ。そうですね、うまいこと点が取れたと思いますけどね、まあ、その次の1点も、ね、大きかったと思いますけど、はい、それにしても今日は場内緑一色、鷹の祭典、戦っててどうでした？そうですね、東京ドームでね1回一番最初あったんですけどもね、まあ、その時も本当に力もありましたし、今日からまた、4日間ありますんで、本当に力になると思いますので、頑張っていきたいと思います。本拠地では開幕カード以来の3立てになりましたが、これについていかがですか？そうですかいやもう本当に勢いに、ね、乗っていけるように、明日はまた頑張っていきたいと思います。監督、それから10ゲームあったゲーム差がロッテとたったの10日間で5つ縮まって、もう5ゲーム差ですよ。いやまだまだね、オールスターまで3試合ありますんで、この3つが大事だと思いますんで、はい、それに向かっていきたいと思います。ありがとうございました。ナイスゲームでした。秋山監督でした。